うんち。やめなさい。うんち。やめなさい。今日はナルミンとイクスピアリに来たよ。ディズニーを0円で楽しみますということで。やばい、噴水がエモい。いやー、ここで泳ぎたい私。こちらがあのプリカイをやったガールズミニオンの舞浜店があります。かわいい、めっちゃピンクじゃん。素晴らしい、かわいいですね。その中入ってみる。おお。見て見て、やばい、一生押し、つける。押せる。押しとおそろにしろってことこれ、すごいですね。テレフォンとか書いてありますよね。本当に電話できるのかしら。多分きっと異世界に行けるんだよこのテレフォンボックスは。写真映えってこと。映え映えですか。ここでさ、ちょっと電話かりますね。あれさ、なんかさ、サンリオピュールランドって国人だった感じです。そうなんだ。8割マジ超いい分。でもシナモンも、シナモンいるよ。ポケくんってやったらいい。でも3文字でもいけるよ。お、清水、ね、清水かい。清水でもいける。シナモンで清水でもいける。あ、なんか可愛い。300、私300円アクセサリー最近ハマってるから、謎に。ここで買ってみんなおそろにできる。サバリスキッズだから視聴者のみんなとおそろいにできる、どれがいいかな。じゃあ誰に選ぶんだよ。そうですね、まあ、推しその板場的な感じで、まあ、この辺とかも可愛いんじゃないかな。確かに確かに。ちょっと若干さ、板場とさ、セット感あるよね。セット感あるよね。はい、そうそう、こうでつけてきたね。板場とね、セット感、板場とセット感があるので大一候補。第一候補どうですか。じゃいいと思います。ピアスじゃなくてピアリングの部分がみんなとお揃いにできそうなのあるかな。なんかこれなんかこれ高くない。確かに。ちょっとなんか赤だったらさ、ちょっと赤だったらね、ちょっと。あ、でも赤のやつあれくれ、本当だ。で一緒じゃん。まんまこれじゃん。まんま同じかも。同じじゃん。おお、これにする。板場でもこれにしましょう。はい、買います。私たち ATM がなくて苦戦してるの。一周回ってるのに ATM がないわ。どこやちで。きっとね、ここに書いてあると思うんだよ。ないですよ、ない。地図。ねえ、なるみ、これ見たい。これ今やってんのかな、はい、ホーンテッドマンションの新作。何、映画。あ、9月1日のやつ。見たすぎる。ホーンテッドマンションの実写映画は。映画持ちあ、グリーンバックだ。髪の毛いけるかな。バーベキュースペースみたいなところに来てナルミンと動画を撮影している。ね、映えじゃない。なんかでも、なんか映えじゃない。ちょっと映えだよね。今からバーベキューできる。ああ、ピクニック。めっちゃ青空綺麗じゃない。でもなんか雲が気持ち悪い。キモい、ちょっと。ディズニーの好きなところは、私はゴミ箱がでかいところです。このようにでかいゴミ箱があるとすごいテンションが上がります。声が、ね、響いてます。このなんでどういうシステムですか。なんかすごいね、声が響いてます。うんち。やめなさい。うんち。やめなさい。待って、カラコン青だよ。本当だ、おそろい。ナルミンかもしれない。これナルミンギャルじゃない。ナルミンギャル、ナルミンギャルですか。動物のレストランに来ることはできる。可愛い。やばい、これインディージョーンズ感ちょっとない。なんかこの辺がでかそうで、ね、迷ううちら。でかい。なんかでも他にもさ、美味しそうなのいっぱいあるんだよね。なんかね、サイドにメニューとかある。さ、でかいです。私なんかでかでも画面で伝わらないな、これ。もっとよりでかいね。いや、もっとよりでかいんだけど、ちょっと画面で伝わらないものがあるな。はい、わかるよ。でかさ伝わる。わかる、伝わる。でかいんです。結構でかい。結構でかくて、驚いています。そしてチーズの匂いがいい匂いですね。ゾウさんと、あとゴリラが向こうに。ゴリラ向こうで踊ってるよね。何を頼んだんですか。私は、なんかポキ。ポキ。そう、マグロ食べたかったから。美味しそう。美味しそうだよね、めっちゃ。手先をかまそうとする。テキーラあるよ、テキーラ。テキーラ。スペシャルカクテル。でもなんか富士山な感じでちょっと美味しそうじゃないか。え、でもなんか。先持ち目。これ？こんなとこで？今何？何がテキーラ？ちゃんと強系で、これがテキーラ。おお。メロンリキュールってやつ美味しそうじゃない？
あ、確かにメロンリキュール美味しそう。トロピカルか舞浜クーラーみたいなやつが、あ、でもテキーラ入ってんのか。テキーラはやめお姉さんちょっとけど仕事をしながら酒を飲む、はい、月曜日なのに酒を飲む、月曜日の夕方5時なのに酒を飲みます。動画を編集しながら酒を飲みます。やばすぎ。やっぴー。でそろそろ帰りたいと思います。配信もしました。アイス、そう、バラの味のジェラートを買ったらね、バチラー的なね、ローズセレモニーのバラをいただいた時のね、喜びの味がやっぱしちゃったかな。でもうちらは選ばれる人間ではなく、選ぶ側よ、私たちは。そうよ、渡す人間なんだ。今回ね、ディズニーの目の前まで行って、すごいディズニーに行きたいモチベがね、上がりましたね。え、結構モチベ上がったよ。モチベ上がったよね。ね、次の動画はディズニーのね、行くやつです。